朗報だ。またそれ朗報だ、ま、朗報だよ。お前毎日幸せだ。そこそこくそ一緒そこでお前ら。はい、ということで皆さん、はい、すごい、これは知っちゃ得なこと。また雪見大福って食べますか？食べません。食べないですね。でもあれってさ、冬のシーズンが発売されるんだけど、あれって言ってここにあるんだけど、ね、なんとこちらもう1年間食えます。冬しか売ってないっていうのは知ったのまだ最近なんだよ。そうなんだよ、ね、まあね、ずっと売ってると思う。ずっと売ってるものだと思う。だから本当にもう今日からもう本当にどこでももういつでも売ってるって感じだから、もうみんなもね早速今からコンビニ行って、まあ、コンビニで買って、この動画見ながら雪見だって言ってくる。はい、案件終わってまーす。内容の説明していきましょうか。また久しぶりの企画やろうかなって、まあ、こちら雪見大福10分間に何個食えるか。イエイ。いや久しぶりだね、このシンプルな感じ。久々、そう、お久々だよね。ほんとよし、じゃあ行きますわ。やる前にちょっとやりたいことがあったけどさ、チョイスやろうぜ。忘れてた。じゃあ、それでいきますか。いきます。それでは、いきます。それではいきます。よーい、スタート。いただきまーす。忘れます。いや、久しぶりだよね。自分だけの雪見大福、エヴァを作って願いを込めよう。人生初の雪見大福。まあ、まあ、うんめろ。僕、バニラアイスも、大福も好きじゃないんですけどね。まあ、兄貴見るんじゃん。これでけば早くないっすか。うん、うん、うまっ。これ修行最強にさ、お腹いっぱいになる。やっと一個増えたんだけど、まずは食べる。食べるか。え、多分5個ぐらい今日食べるじゃん。香りの悪いの気持ち悪い。え、俺まだいけるんだけど、あと10個いくか。うまっ。やっと食い終わった。飽きる。腹いっぱいよりも気持ち悪いが食うの初めて。いや、俺の部屋めっちゃ白くなるじゃん。俺早食いできなくなっちゃったんだ。俺帰らなくて次無理かも。で、あれね、餅が重いって無理くなってる。違う、くない。はい、レープの買い方ね。おーなんでそんな。ということで結果発表いきましょうか。やべー、何個食ったか個数で1個か、この1個の1個換算として1個1個でいきます。せーの、8個。6個。3つ。取ったー、おめでとう。頑張ったね。気持ちいいわ。あずさんによく耐えました。え、なんなん。風を切って走ってゆく。